菩提仙名は、奈良時代の渡来像。菩提聖名、菩提僧正、菩提仙名とも称される。唐に滞在中に、日本像の焼成を受けて、開元24年、天平8年に訪日。天平正法4年に、東大寺大仏殿の開眼供養法会で、婆羅門僧正として、同師を務めた。弟子の抑えが選した、南天竺、婆羅門僧正碑、東大寺要録中の、大安寺菩提伝来記に伝記が残されている。南インドの婆羅門階級に生まれた。姓は、バーラードバーチャと伝わっている。青年期に老家拓者や、安代高の偉業を追って、ヒマラヤを越えて日東し、五台山にも滞在した。唐では、長安の宗福寺を拠点に活動していたようで、唐滞在中に、日本からの日東草履教や、第十次遣唐副使、中富の明平の要請により、ペルシア人の李密影や、唐人で、唐楽演奏家の候補唐長、林有学を伝えた林有蔵を仏徹、日本から伝海使を移植された唐僧、道仙、後に、音博士となる、唐出身の円進卿らと共に、開元24年、天平8年に訪日した。菩提仙名ら3人の僧は5月に、太宰府に赴き、8月に、何月を経て、行基に迎えられて12月13日平城京に入り、左京の大安寺に住し、持服を与えられた。菩提仙名は、華厳経の付呪に優れ、密宗にも通じていた。その密宗は、菩提仙名から日本像の弟子へ伝授された。天平正法3年に僧正に任じられ、翌天平正法4年4月9日には、東大寺盧舎仏像の開眼供養の同師を務めている。こうした功績から菩提仙名は、聖武天皇、行基、良弁と共に、東大寺の四聖としてその功を称えられている。天平法事4年2月25日、大安寺において、西方を向いて合掌したまま死去した。翌3月2日、東宮間右牧槍に葬られた。2002年、大仏開眼1250年法要記に、残されたわずかな図画をもとに、三輪戸堂らにより、菩提仙名像が制作され、現在、本堂に安置されている。運慶の無弱像。世親像に倣って日本人風の顔立ちであるが、目は緑色に彩色されている。ありがとうございます。